た受験生。パオラ使っていい？つねきさん。一緒に出かける予定だったいちかが風邪で熱出しちゃったみたいでさ。はいや。失礼します。いちかさん大丈夫ですか？じゃありょうくんゆっくりしてってね。お気遣いありがとうございます。いちかさん風邪ひきバージョンの写真撮ってもいいですか？ああダメですよ、大声出したら風邪悪化しちゃいますよ。桜の宮は今日は風邪でお休みなの。マイカちゃん着いた駅から家まで雨に濡れて帰っちゃったみたいなの。私が傘を渡していれば、渡していれば。マイカ起きていますか？お友達が来てくれましたよ。マイカさん大丈夫ですか？はい。お邪魔します。どうしました？めっちゃビクついてますけど。いや別に。兄貴のだからちょっと大きいかもしれないっすけど。はい、これ使ってください。ああありがとう。これってまさか。こっちのタオルです。ごゆっくり。お兄さっさと食べに来なさ。いちかさん。いや、来てたんですか。ダーン、お前なノックくらいしろよ。恥知らずな女だと思われる。なんで言わないのよ。そうか、それは悪かった。お姉ちゃん。何よ、ヨーグルトならダメ。お兄ちゃん来てる。お邪魔します。何、帰った方がいいなら帰るけど。いてください。そう、よかった。頑張ったね、のちゅー。ちょっと。行ってきます。気をつけてね、ヒロインちゃん。えい。あの小手川ゆいさんにプリント届けに来たんですが。あの小手川、これは お兄さんが。上がって。汚いけど。うおー、この家全体から真冬の匂いする。もうダメだ、帰ろう。おいおい、ここで倒れるなよ。帰るの？帰るよ、俺いても邪魔だろ。寝てろよ。あと5分。来て。いい？このままでは内巻くん集中できなさそうだから。じゃあ30分したら起こしに来るから。はい。
ちつかないんだけど。わかった、私もここで勉強する。それならいいでしょ。俺は女の子を部屋に連れ込んで一体何をしてるんだ。そんだけ元気あんならもう大丈夫だろ。熱はねえな。じゃあ俺学校行くわ。お大事に。看病に来てくれるなんて感動。まず部屋の換気しなきゃね。なんだか随分寂れた部屋ね。ちょっと掃除するわよ。どうし、それは子羊のやつが。ふーん、違うんだってマジで。他の女の胸なんかどうでもいいんだ。俺が興味あるのはペルシアの胸だけだ。だから何言ってんの俺。エッチエッチ。おかえりなのじゃ。遅くまでお仕事お疲れ様じゃ。え、すいません、間違えました。夢じゃない。おーす、お邪魔します。まあまあ、ユンユン上がってやってよ、遠慮せず。帰って。なんだか懐かしい感じ。ユンユン、はい、あげる。え、俺のせいか。もっと他にないから。じゃ、ゴミ捨てに行ってきます。ゆうゆうゆう。